そしてそれを閉じ込めるための最後の防壁である格納容器というものも発散しているということがすでに分かっています。そのためにタービン建屋というところに汚染した水が出てきていますし、はい、トレンチと呼ばれている、まあ、コンクリート製の水路にも汚染水が溜まってきているわけですね。でトレンチというのはもともとその水を漏らさないというような構造になっていませんので、溜まってしまえばどん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 地下に水が漏れてきますし、それは結局海へ流れるしかありません。それが今どんどん流れ込んでいるということだと思います。トレンチ自体ではその水を支えるとかいう形のものではないわけですね。もともとありません。そこに出た水はじゃあ除去しない限り、染み込んでいったりとかいう形で海に出てしまっているということですね。はい、このままそしたらばですね、ますます濃くなっていく可能性っていうのはあるわけでしょうか。そうです。そしたらこの海水中の放射性物質の濃度を下げるために、しなければならないことっていうのはどんなことになりますか。トレンチから水を抜くことです。トレンチから水を抜くこと、はい、それが今作業にかかってるんですけれども、その抜くためのタンクの水を移すところがなくてというようなところで時間がかかっているわけなんですが、そうです。かかればかかるほどトレンチからの水が漏れていく量は増えていくわけですよね。そうです。とするととにかく早くその作業を進めないといけないと。そうです。いうことになりますね。はい、ただもうタンクがありませんからどうしようもありません。とにかくそれが進まないと海水のその濃度が高まっているのも止まらないと。はい、私はタンカーをとにかく連れてきて、そのタンカーに水、トレンチの水を移してということを、何日か前にお伝えしたと思いますけれども、はい、おっしゃってましたね。はい、そのタンカーの会社の方が拒否をしているということで、でもこんな時こそ政治の出番だと私は思うんですけれども、はい、政治がこんな時にしないと一体何をするつもりなのかと言って私は本当に不思議で、そうですね、こんな時こそ政治が力を発揮して、タンカーを調達してきて、もちろんそのタンカーも二度と使い物になりませんけれども、はい、もうやらなければいけないことだと思います。やっぱり本当にそうやって水を抜いていく限りこの問題はとにかく収まらないということになるわけですね。はい、あとこちらにですね、リスナーの方からファックスが来ておりまして、はい、小出さんへの質問ということなんですが、飯舘村の土から IAEA の基準の2倍を超える放射線が計測されたんですが、はい、原子力安全保安院は日本の基準からすると避難には該当しないとコメントしたというふうに聞いておりますけれども、はい、これは本当に大丈夫なんでしょうかと。とんでもない政府の言い分ですね。それは日本の法律に照らすのであれば放射線管理区域にしなければいけない基準の多分100倍です。うわ、はい、100倍ですか。はい、放射線の管理区域というのは私のような特殊な人間が本当に仕事のために入るための場所であって、そこに入ったら水を飲んではいけない、食べ物を食べてはいけない、はい、もちろん寝てはいけないという、そういうところが放射線の管理区域なんですけれども、はい、そういう基準も多分100倍を超えてると思います。そういうところになっているのにすぐに影響が出ない長期的なことだというようなことを言う政府というのは一体何なんだろうかと私は思います。じゃあ官房長官は直ちに対応しなくてもいいといったようなニュアンスの会見をしてますけれども、それは大きなやっぱり間違いだということになるわけですね。私は間違いだと思いますし、IAEA という国際的な組織すらが、それも原子力を推進するための組織だと私は思ってきましたが、はい、そういう組織すらが日本の政府の対応が遅すぎると言って勧告を出しているわけですから、はい、本当だったら日本はもっともっと危機を感じてやらなければいけないのに、うん、今の日本の政府の対応はあまりにもひどすぎると思います。この飯舘村っていう村は屋内退避の指示が出ているところよりもさらに外側にあるんですけれども、はい、もともとだから地図の上にコンパスで書いて10キロ、20キロ、あるいは30キロとそんなことではいかないわけ、現実は、はい、風が向いてる方向にも点が広がるわけですし、はい、私はこれまで飯舘村という名前を出すことものすごい
で自分であの控えて個別の名前をですね、出すことを控えてきましたが、大変不幸なことにその村に汚染が落ちてしまったのです。だからそうだということが分かった限りは、本当は行政として直ちに動かなければいけないのですけれども、はい、それができないというのがこの日本という国なんですね。まあ小出さん、何度もおっしゃってますけれども、その同心円状態で その避難区域の設定といったようなことは、もう直ちに見直さなければいけないということですね。もちろんです。もうそんなこと当たり前のことだと私は思います。それが今日本政府としてはなされていないということですね。はい、藤田さん、そういうことなんですけれども、はい、ちょっとそうですね、私が考えていたよりも非常にその深刻だということがよくわかりますが、これその例えばその同支援的な形でですね、その避難の基準を作らないとすればですね、他の手段というのはあり得るもんなんでしょうか。もちろんあります。ですからそのための科学であったわけで、時事刻々放射能がどっちに拡散している、つまり風に乗って流れているというようなことを、はい、きちんとシミュレーションするようなことも計算でずっと、お金をかけて進んできたわけです。でそのために日本ではスピーディーという計算行動を作ってきたわけで、そうですね、どっちの方向でどういう汚染が生じていたかということは当然分かっているのです。ですからそういうことを分かった上できめ細やかに行政が対応しなければいけないのですけれども、はい、そういう対応が全くできないまま今日に至っています。それはどうしてそういう対応をですね、日本政府はしないのだと思われますか。皆さんにお考えいただきたいと思いますけれども、原子力発電所というのは絶対安全で、どんな時にも住民に被害を及ぼさないと言ってきた国があるわけです。その国の延長が今に至ったと私は思います。あと小出さん、もう一つ気がかりなニュースとしましてですね、原発から20キロの範囲内に震災で亡くなった数百人から1000人の方の遺体が残されているという話がありまして、はい、でこの方々のご遺体が放射線の数値が高くて運び出すことができて、遺族の方に会っていただくことができない状況だということなんですけれども、どうしたら遺族の方のもとにご遺体を運んでくることができるんでしょうか。私はちゃんと運んで、遺族の方と一緒にきちっとお送りしたらいいと思います。それは被爆を伴うことですけれども、はい、もっともっと大切なことだと思います。遺族の遺体をきちっと伴うと言ってですね、はいはい、それはやらなければいけないことなわけですし、はい、先ほど夕立村の人たちを逃がさなければいけないといったことと、はい、結局は同じことだと私は思います、はい、人間にとって何が大切なのかということをちゃんと考えて、はい、やるべきことをやらなければいけないということだと。で今本当にこういった状態の時にですね、事故の対策の最高指揮官であるべき東京電力の社長が入院したというような話も伝わってきていますし、会長は記者会見で津波の対策について、足りないところがあったかは今後十分詰めたいと、対応にもまずさは感じなかったといったことを話しているんですけれども、それについて小出さんはどう感じますか。あんまりはなんか個人の感情をやっぱり入れるべきじゃないと思いますけれども、はい、恥ずかしい人たちだなと思います。対応としてはやっぱりそう感じますか。この後に及んで何を言ってるのかと、はい、私には思います。で新聞などでですね、今回の福島原発の原子炉と同じ型の原子炉について、今回のような全ての電源がなくなった場合の事故のシミュレーションをしたときに、危険であるという結果をアメリカの研究機関が30年近く前に、アメリカの政府に対して指摘していたというような情報もあるんですけれども、そのことについて小出さんはどう感じられますか。昔からみんな知っています。あ、そうなんですか。はい、はでもそれならば改善されていて叱るべきですし、対策が取られていて叱るべきなんじゃないんですか。そうです。ですから私は対策を取らなければいけないし、発電所の全所停電という、で私たちブラックアウトと呼んでいましたけれども、はい、そういうことが起こりうるのだから、き
きちっと考えなければいけないと言ってきましたけれども、はい、日本の国あるいは電力会社はブラックアウトだっていうことは絶対に起きないから、そんなことは無視すると言ってきたんです。ここまで。いや、絶対に起きないっていうのはね、あの今回も起きているわけですし、それはなぜそんな言い切ったことができたんですか。そういうことまで考えたら原子力発電所というものは建てられないからです。じゃあ、あのそういうことについては知ってはいたけれども、そこには目を向けてこなかったと。彼らはそういう事故を想定不適当事故と落印をしました。想定不適当、不適当事故、はい、え、想定することが適当ではない、はい、もうそんなことは滅多に起きないんだから考えないと彼らは言ったのです。それでもう30年も前からこうやって指摘されていることについて、何の対策も取られてこなかったということなんですか。そうです。藤田さん、どう思われますか。ちょっと本当にこう信じがたいですよね。でこの その想定不適当事故という言葉ですが、はい、これはあのいつ頃から使われている言葉なの。1975年以降です。あ、そうですか。ですからもう35年ぐらい前からですかね。しかしその想定不適当事故とされた事故が今現に起こっているわけでしょ。そうです。でその現実にその想定不適当事故という言葉でも全て片付けられてきたというのがそのこれまでの歴史なわけですね。そうです。ちょっとにわかには信じがたいような感じのお話なんですけれども、その想定不適当事故というのは今日の新聞でもありましたけど、シビアアクシデントという、そういう言葉でも呼ばれています。はい、要するにもう過酷事故というようなことですけれども、日本ではそんなことは考えなくてもいいということで進んできた。一番深刻な事態で一番考えなければいけないものであるということなのに、それを今まで見ずに過ごしてきていた状態だったということですね。それを考えると原子力発電所というのはできないのです。それはまあもちろん元々から分かっていて、そういうことがあるかもしれないから原子力発電所は都会には建てないということで来た。そしたら今国内にあの世界第2位ということで国内に原子力発電所がたくさんあって、原発関連の高い技術を持っているとあのされています。あのフランスへの期待が今とても高まっていて、はい、フランスの方々も協力をするというようなことをあの表明しているようなんですけれども、はい、このフランスの技術というのはそんなに高くて期待していいもんなんでしょうか。全く期待も何もありません。何もできません。でもあの今盛んに伝えられてますよ、ですよ、あのフランスっていうのはあの原発における先進国でということなので、原発の先進国の一番は米国です。その米国の技術を導入したのが日本です、はいはい、そこでまあ事故が起きたわけですし、ええ、これを機にフランスがまた金儲けに来たという、そのことだと私は思っています。別にフランスだけが原子力技術で進んでいるわけではありません。そうですか。じゃ あの小出さんから見てフランスでこれは特筆すべき対策技術を持ってるんだよとか、こんなことができるんだよっていうことはありません。あのいや、あるなら見せてほしいと思います、事実で。ですか。あの今あの国際的なところで協力体制ができてきているような感じをあの報道では感じていまして、例えばですね、ドイツが菅総理に原子炉の修復作業などに使う遠隔操作ロボットを提供するということを申し出たとか、あのフランスとか、まあ、あの今おっしゃられた原発 あの先進国とも言えるアメリカでもロボットの提供を申し出ているということなんですが、あのこれらのロボットっていうのは今この福島第一原発の状況の中でどれだけ、どんなことに役に立つ可能性があると思われますか。大変さまつなことです は, はい、あの例えばものすごい放射線量の高い場所に人間は行かれないところにロボットが行って放射線量を測ってくるということはできると思います、はい、ただしポンプを修理したり、配線をつないだりというような特殊な技術、特殊な仕事に関してはロボットは全く役に立ちません。結局は最後は人間です。じゃあ
放射線量を測るということだけで、はい、ロボットですから私たちとしてはかなり人間に近い動きもできて、配管の修理だとか、それから水を出すポンプを扱ったりとかいうのができるんじゃないかという期待を持って、規定の仕事であればできますけれども、はい、今福島で起きていることはもう全く予想もつかないような出来事が今現在進行していますので、はい、ロボットができることは本当に限られたことしかありません。とするともう最後まで人間の手でやり通さなければいけないということなわけですか。そうです。大変今過酷な状況に陥っています。あ、これその例えばその今現在そのトレンチにですね、水がどん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 溜まっているわけでしょ、はい、そうです。でそれをその運び出すことができなければですね、はい、その今後どういう事態に流れます。ははは。するとその海水が汚染されていくということになるわけですか。はい、やはり海水が汚染されていくとそこにある海産物だとかにも影響が出てくるということになりますよね。もちろん出ます。もうすでに多分海藻はものすごい汚染を受けているはずですけれども、そのデータが出てこないのは私は不思議だと思っています。いろんなところに、影響が広がってくることになると思うんですが、はい、今日も3月の31日になりまして、はい、地震の発生から、私たちの感覚でいくともう20日ほど経っているということですので、はい、今の状況はその発生当時から比べると少しはいい方向に向いていることがあるというふうにでもいいんでしょうか。私は事故が起きて以来決着は1週間でつくと思っていました、はい、本当に破局的に至ってしまうか、あるいはその破局を乗り越えるという目処をつけられるかというのは1週間だと思っていたのですが、すでに3週間経ってどっちに転ぶのか未だに私にも分かりません。破局に至る可能性はまだ残っていると思いますし、なんとかその作業員の人たちの苦闘が実を結んで破局を食い止める可能性も残っていくと思います。ただ私から見ると相手が悪すぎます。相手が悪すぎる、はい、要するに放射能そのものには私たち向き合ってるわけで、はい、疲れを知りません彼らは、はい、でここまで、放射能そのものはかなり寿命の短い放射能があって、はい、1日のうちに10分の1ぐらいにもう彼ら自身の力が弱まってきたわけですし、はい、1週間2週間後にまたその10分の1ぐらいに収まって減ってきているのですけれども、はい、もうほとんどこれからは減りません。減らない、はい、彼らの力は減らない。減らない、はい、でもこちら側は福島の人たちが本当に被爆をしながらですねここまで持ちこたえてきてくださってるわけですけれども、どんどん被爆を押しながらここまで来て、これからも被爆をしながら行くとすると作業をする人たちのマンパワーが持たなくなる可能性があると思います。ああ、作業をし続けることができる人がもうどんどん減っていって、で作業自体が持ちこたえることができなくなってしまう可能性があるということですか。あると思います。でそれが一体いつまで一月持ちこたえることができるか二月持ちこたえることができるかという、そういう瀬戸際に今いると思います。でもですね、原子力安全委員会は福島第一原発の原子炉を完全に冷やして安定させるためには必要な期間は年単位でかかるというふうに話していますが、それに対応していくことが難しい状況になるかもしれない。やらなければいけないのですけど、本当にそれだけの人が確保できるのかなというのが私の今の不安です。そうするともうもしかするとその今避難されている方は何年もの間避難し続けなければならない可能性も出てきているということですね。もちろんです。小出さんがおっしゃるですね、その破局に至る可能性があるとおっしゃいましたが、はい、その破局というのはそのこう具体的に言いますとどういう状態になるんですか。私は当初は燃料棒の被覆管というのですけれども、はい、ウランの燃料ペレットを、詰めている
燃料の鞘があるのですけども、その鞘自身が破損しているということはもうすぐに分かりました。それはもう水素爆発ということが起きた時に、燃料棒の出荷が水と反応して水素を出したからなのですが、それはすぐに了解しました。ただウランの燃料ペレット自身はまだ溶けていないと私は思っていたのですが、それが、周辺でプルトニウムが検出されたという報道を受けて、ウランのペレットがもうすでに溶けてしまっているということが分かりました。でただウランのペレットが溶けているとしても部分的にしか溶けていないのではないかというのが今の私の推測です。それが全体的に溶けてしまうということになると、いわゆる溶けて落ちるというメルトダウンという現象に至ります。メルトダウンに至ってしまうと、場合によると 水蒸気爆発という爆発現象を起こします。そうなってしまいますと、炉心を格納、包んでいる原子炉格、原子炉圧力容器という圧力鍋が破壊されます。破壊されてしまうと、今度その放射能の最後の防壁である格納容器という容器も私は破壊されると思っています。そうすると今現在までに放出されてきた放射能の10倍あるいは何十倍というような放射能が一気に放出されることになるだろうということを私は恐れています。もう本当になんとか本当に最悪の事態を避けたいと本当に思うんですけれどもね。そう願います。はい、今日は京都大学原子炉実験所助教の小出博明さんにお話を伺いました。小出さん、どうもありがとうございました。こちらこそ。ということで、京都大学原子炉実験所助教の小出博明さんにお話を伺いました。藤田さん、どうでしょう、小出さんのお話を聞いて。ちょっともう背筋が寒く なりますね、本当。そうですね、そんな感じがしますけれども、番組ではですね、番組宛てのファックス、E メール募集をしております。ファックス番号は 066809-9090 番、066809-9090 番。 E メールはtane@mbs1179.com、tane@mbs1179.com です。よろしくお願いします。